どうも東海読書館校の宮島です。本日はですね、後ろに今すごく可愛いキツネがいるんですけれども、本日は愛知県の知多半島半田市にあります新見南吉さんという方のちょっと記念館の方に来させていただきました。この新見南吉さんの記念館、それこそ今のキツネじゃないですが、代表作はこれこそゴンギツネですとかね、手袋を買いにという作品がよく皆さん知られている作品じゃないかなと思います。今日はその方の記念館、こちらの中をですね、動画はちょっと撮れないので、ちょっと写真をいくつか撮りながらご紹介をしていければなというふうに思います。こちら入場料がね、一応かかりまして、入場料が大人が220円かな、中学生は無料みたいですね。はい、じゃあここから後方入り口になります。ここから先の動画が多分ダメだということなんで、ちょっといくつか写真で、撮っていきたいと思います。では新見南吉さんの記念館ね、ちょっと写真で今パパパっていくつか写させていただきましたけれども、ゴンギツネのことだったりですとか、あとは他の作品のこと、また新見南吉さんの生涯、生きた時代がどんな風だったかですとか、どういう風な30年という短い命の中でたくさんのものを生み出されたんだなっていうのも改めて感じました。私もちょっと行ってみて、ちょっと時間あるか分かんないですが、一応このね、先に童謡の森っていうところがあります。ここももう何があるかっていうわけではないとは言われたんですけれども、見ていただいた通りこうやってね、舗装されてるんですよ。でちょっとこう散策ルートみたいになってるっていうことなんで、童話の森はごめんなさい、童話の森ね、一周約7分って書いてあるんで、7分ならいけるだろうということで、ちょっとここを歩くとこんな風だっていうのもね、撮っていきたいと思います。やっぱね、キツネがね、いろんなところにいるんですよね。なんかこの森にもなんかそういうなんか遊び心がありそうな予感がします。めちゃくちゃ自然山って涼しいんですね。ゴンの道にようこそって書いていただいてますね。結構いろいろ植物もありますよってことでね、案内がありました。よいしょ。これは何の木とか、なんかクイズがありますね。いやしや、涼しいな。でもちょっと館内がね、写真だけだったんで、こう特に話もしなかったですし、実際どう編集するかが分かんないので何ともですけど、ほんと新見南吉さんってね、生まれたのがね、大正のね、それこそ3年とか、もうね、ちっちゃいうちにお母さんが亡くなっちゃったんですよね。なんで養子に出されたりですとか、結構ですね、不運って言っていいのかな、ちょっと愛されなかったり、幼少期を過ごしね、いろんなところに行ったりしてたみたいですんで、なおかつね、結構病弱だったっていうね、描写もしておりました。自然の中をこう歩くような場所もね、ここにはありますよと。で、何よりもやっぱ一番皆さんに見ていただきたいのは、やっぱこれから、多分この動画は7月の18でしょ、今日撮ってるのが。お盆休みまでにはアップロードしたいと思ってます。なんでかって言ったら、ここで見れるやっぱ彼岸花、これをですね、やっぱ見ていただきたいなっていうふうに思いましたんでね、それまでにはなんとか間に合わせたいと思います。だいたい9月の中旬から下旬、ここすっごいね、彼岸花が咲く、約ね300万本ぐらいの矢作川のね、彼岸花っていうのが有名なところですね。去年はかなり気候というかね、気温が暑かったので、
まあ、本来の、見る時期でもですね、少しこう枯れてたりとか実際あったんですけれども、この頃になると本当たくさんの方が見ていただける、ね、場所となります。またこの彼岸花に関してはもともと植わってたわけじゃないんです。単純にというか、この盆月っていう作品の中で一面絨毯のような彼岸花が咲いているというねシーン描写がありまして、そこに合わせてというかね、その作品を見た地元の人たちの行為によって、このちょっとずつですけれども彼岸花を植えていったと。で、いろんな方々の協力いただいて、今では約300万本ぐらい彼岸花が植えられている、もう観光名所になったというのがね、これ今のお話でございます。だからここは新見吉さんがこういうね観光地にしたっていうねところにもなりますので、ぜひ9月はね来てみてください。さあ、スタートのところに戻ってきましたということで、新見南吉の記念館に関しては以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。さあ、仕事中なんでバスに戻ります。